日本国内には格差と貧困、諦めと絶望が広がり、イノベーション、安定した生活、科学技術、夢や希望が奪われた、そこにコロナ災害と物価高、ここで失われた30年を取り戻すと、手厚く徹底した積極財政で、消費税の廃止、社会保険料の減免、悪い物価高が収まるまで給付金、このような形で一人一人の可処分所得を増やし、需要を喚起、社会にお金を回し、腰の入った好景気を作る。 それと並行し、供給能力強化を行う、これ以外、日本の経済再生はありえません。過去最大の114兆3800億円、その行き先を見れば、人々の生活の底上げは超絶中途半端、消費税の減税すらない、困っているのは低所得者、子育て世帯だけではない、必要なのは一律給付、それさえしない、事業者は少し売上が戻っても、ゼロゼロ融資の返済で、この先厳しくなることは明白。 最低でも利息は国が5年10年待つ、持つ、そんなこともやらない、加えてインボイスも進め、小規模から中小企業まで力のないものは倒れろと淘汰を進める国家の自殺行為、食の安全保障は海外からの輸入優先、ミルクを捨てろ、牛を殺せ、国内の供給能力を潰し、海外にこびる、それによって廃業するしかないもの、自ら命を絶ったもの、生乳廃棄や米の減産で生産者を淘汰するのではなく、 全量買い取りで供給能力強化、これこそが日本を強くするのではアジアの国々が米中の対立にはくみしない中、米国の支流間に乗り、いけいけの日本政府、ウクライナで大儲けする軍事産業が次のラウンド、東アジアでさらなる金儲け、その片棒を数く気概の政府、敵国条項は私分化したと嘘吹き、国民を欺き、軍事拡大、リスク増大。この国が戦争に巻き込まれても ここにいる者は誰も戦場に行かない口では勇ましいことを言いながら実際は自分の権益を守る以外指一本動かさない者が安全保障を語り日本を草刈り場にする日本は植民地ですらない欧米列強の金儲けと経団連の悲願武器開発製造使用のためにスクラップさせられる鉄砲玉今政治に必要なのは生きった勇ましさではない失われた30年で奪われた人々の経済的安定とものづくり大国日本の復活 経済力こそ最大の安全保障、外交カード、売国機民予算に反対、必ず自民党政権を打倒、人々のための積極財政を実現すると誓い終わります。